サーマの工場委員会辞めたのってムカついたからですか、ホリケンさんやアバレル君やフジモンさんとの絡みを見てると土屋さん本当に野球を指してるなと感じました。それとも他に原因があったのでしょうか。いやいや単純にそういうことじゃなくて、でもさっき言ったみたいに、うん、大人数で芸人さん集まる番組って、うん、みんながこういろいろやるじゃないですか。はいはいはい。だからまあ正直な話あんな人数いらないんですよね。まあ確かにそうですね、はい、だ本当は4人ぐらいで回してるんですよ。でそこで時々こう出てきたりとか、うん、ピンポイントで何人かが出てきたりとかするんですけど、まあ、正直そういうのもあんま得意じゃないのもあるんで、なんでだからで僕もそもそもレギュラーじゃないのに僕だけ毎週出てって、で一番なかったですね。レギュラーはさんまさんだけだったんですけど、で僕第1回目の時呼んでいただいて、あこの手の番組は僕は呼ばれないタイプだなと思ったんで、まあでもその時は頑張ってたんですけど、そしたらなんか知らないうちになんか毎週いるなってなった時に、今田さんかなんかがこれお笑い向上委員会って言ってるけどここは病棟だって言い出したんです。はいはいはい。でこれお笑いのいろんなこう病を持ってる人たちが来る病院 でそこにみんな通院してるって話をした時に気がついたら、うん、あれ俺だけ入院させられてると思ってずっと出てるぞみたいな、退院してねえぞみたいな、え俺入院してんのと思ったらちょっとそろそろ自主退院させてくださいっていうのだからさんまさんにお話しして、はい、あでもさんまさん的にはこいつは入院させた方がいいなって思ってたんですね。じゃあそうなんか端っこにいつも黙ってるけどこういてくれるのがいい、まあいろんなポジションがあっての番組だっての分かるんですけど、はいはい、でも別にケンちゃんとかフジモンにどうこうされても別にそんなの嫌だってことはないんで、うん、まあ、そういう人だって分かってるしそういう番組なんで別にそれは、はい、さんまさん的にはそういう裏回しができるタイプがやっぱ一人欲しかったんでしょうね。だから端に置いておきたいみたいな。いやいや、さんまさんには裏回しなんて必要ないんです。あ、確かに。あの人がずっと喋ってるだけでなんとかなっちゃいますからね。そうなんです。チャンネル登録よろしくお願いします。